堀江貴文と竹内哲弘の300ヤード飛ばしちゃってもいいんですか。はい、だいぶアプローチ戦してますね。はい、手を返すって難しい感じするんですけど、実は手を返すは2種類ある、自分の腕に対してクラブが直角、この状態で右と左に倒す、これがまず一つ手を返すっていう一通りですね、で二通り目は腕をまっすぐにしてシャフトをまっすぐこの一直線の状態で返す、2種類あるんですよ、じゃあどうなんだっていう話になった時にこれをミックスさせたいんですよ。で、アプローチの時に、先ほどちょっとトップが多いじゃないですか、でトップっていうのはこの親指がボールにまっすぐにならない状態のまま、手が前に出ていくからこの歯に当たりトップになるわけですね、なのでこの親指を前に剣道の面を打つように前へ倒す動きをアプローチの中では入れてあげると綺麗に入るんです、で、それを体感するために傘でちょっとやってみたいと思います、傘です。雨も降ってきましたし、いきますよ。これで、ここがフェースの面だと思ってくださいよ、腕を伸ばすとフェースは回転するわけです、これが直角の状態でこの動き、これも手を返すんですよね、これをミックスさせると、ここから右から左に行く間に傘がくるんとこう回るんです、くるんと、まずここ直角の状態を作りますよね、でこう右でここに左に持っていきたいんですけど、行く間にくる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 っと回しながらそこに行くんです。そうこれが今ミックスされた状態、からくる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 で、いい感じです。これを実際振ってみますね、僕が振るとバックスイングします、傘のこの面がくる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 っと回りながら来てピンチが取れるわけです。こうバックスイングくる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 、難しいなそれ。さあ振ってみましょう、思いっきり振ってください、どうなります？ほら、ぶっ壊れてるよ。それが言いたかったわけ。絶対壊れますもん。壊れるわけですよ、これはなぜかというと、ここからこうやって打ってるんですよ、ためを作ってまで打っているので、ほどきながらくるくるくるっと回してやらないと。ああ、なるほどね、悔しいな、思い通りじゃねえかよ。ちょっと待って、これこう、こういう風に、そうですね、風を下へぐるぐるぐるっと向ける、傘の面をこっからぐる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 って下に向ければ、この中に空気を入れちゃダメなんですよ。すいません、傘もう一個ください。ああ、なるほどね、はい、これがあのゲーム性があって絶対すぐ分かるので、いきますよ、上げます、ここの中の空気をガッと入れたらダメなんです、入れる前に空気をこう、いろんなこと考えるね君、考えますよ、もう雨も楽になりますよ。そう正面から見るとくるくる回ってるの見えると思うんですけど、そうそういうことですよ。なるほどね、その感覚がドライバーとかアプローチの時にあるかって言われるとないですよね、そうするとない人はガーッとこうなるわけですよ。なるほど、はい、はい、ご臨終です。お、いいじゃないですか、よく考えたね。どうですか、まあまあ、すげえ、ありがとうございます。来たね、来ました、その感じで素振りしてみよう、空気を入れないように。すげえな、そう絶対手返すイメージになりますよね、それは手を返すってことなんで、頭いいわ、マジですか、東大入るかな。よくもう一回、なんか今ちょうどいい分かりかけてらっしゃいますからね、
ぐる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 、ポーイって言ってですね、絶対風を入れないように、ぐるぐるぐる、そうするとフェースもターンしている、体もターンしている、スイングもかっこいい。なるほど、そのイメージちょっといきましょうか。はい、じゃあよろしくお願いします。でもすごい、今のすごいわ、俺もびっくりした。あ、合ってますよ、合ってますよ。そういうことか、はあ、風を入れちゃダメなんだ。うん、で、そこにあと膝を足すだけです。あ、今膝がダメだった、手の動き今合ってるんで。ただスライスボールにはならないじゃないですか。うん、確かに、はあ、今の膝の、はあ、手に同調させる。そう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 、もうボールが一応フックになってきますよね。うん、それの今の手の動きで全然合ってるんで、もっと、下半身をまず静かにして、握る、このグリップを握る強さを緩めると。そうすると、はい、あと、体の前をクラブが通り過ぎていくので。ナイス、ほら、まっすぐ来ましたね。あ、これが今フェースがインパクトの時にまっすぐ当たったってことで、はい、必ず傘のこの空気を入れないように、傘を下へ、下へ行くに対して自分の体を回転させると、ツイストっていう動きができてくるってことです。なるほど、いいこと思いつきましたね。ありがとうございます。どうも、さすがです。どうも、ありがとうございます。いきましょう。すごいね、これすごくないですか、本当に。すごい量考えちゃう。でもたまに傘ないと戻せないよね。そうですね、あれゲーム性があっても面白いですよ。あれ誰にでもできるの。誰でもできる、誰にもできるよね。はあ、家でもできる。全然俺だって教えられるわ、あれは。俺じゃないじゃないですか。俺いらず。あれ簡単だわ。簡単ですよね。うん、あれだって素人にでも教えられるんですよ。できますね、素人っつって。